最果てにて優しい香りと待ちながらは2月28日公開になります。さあそれではお待たせいたしました。今日の特賞スタートしましょうか。本日のゲストになりますよ。この映画に出演しています佐々木希さんです。拍手をお迎えください。佐々木希さんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあどうぞこちらに来ていただきたいと思います。はい。で実はもう一人皆さんサプライズゲストがいるんです。佐々木希さんと普段から親交のあるとっても素敵な方が本日は応援に駆けつけてくださいました。木下ゆきなさんです。はい、ということで佐々木希さんと木下ゆきなさんで特集を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。すいません、あ、どうも。大丈夫ですか木下さん。大丈夫です。緊張してましたね。すごい緊張するよ。なんでサプライズなのってさっき言ってた。いやもうせめて半分ぐらいの方には入れといてほしかったなっていう気になが来るの。でもよかった、みんな、うん、ちゃんと、ね、温かくて、うん、ね、みんな嬉しいですよね。よかった。いや嬉しい、よかった、ありがとうございます。よかったね。今日はほら佐々木希さんにこう会いたいということでたくさんのね可愛らしい女子もいっぱい来てくれて、そして木下ゆきなさんに会えてさらに皆さんハッピーになっていると思いますので、じゃあまずはお二人から今日来てくださったウィズの読者の皆さんに一言ずつ挨拶もらっていいでしょうか。じゃあ佐々木希さんお願いします。はい、今日は皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。私はウィズの専属モデルをやってるんですが、皆さんにこうやって会える機会はなかなかないので、ちょっと今日は楽しみたいなと思います。最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日応援に駆けつけてくださいました木下ゆきなさんです。あ、どうも、木下ゆきなことフジモンの嫁のゆきなでございます。今日は親友ののぞみがね、頑張った作品の応援にこうやって参加できてすごい嬉しく思ってます。親友として頑張ってこう今日トークをしていきたいと思うので、ちょっと気を使って笑いどころを笑ってもらったりとかするとありがたいかなって思ってます。今すっごいちょっと吐きそうなんで緊張で、すいません、本当にすいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあすいません、スチールの方々ここからフラッシュなしでお願いします。でも普段からお二人仲良しなんですよね、ずっと。はい、そうですね。もう長いですね。長いね、なんだかんだ18ぐらい、19、18ぐらい、18、19、20歳になったぐらいか。あ、20歳全然違った。全然違うね。お酒が飲める年ぐらいからもう、はい、はい、出会ってそこからもうずっと仲良くさせてもらってます、ね、とはいえですよ、はい、佐々木希さんが今回シングルマザーを演じてるっていうことで、その出演作に応援として親友の木下ゆきなさんが駆けつけるって今までないんじゃないですか。なかったですね。そうですね、女優としての望みに緊張している自分が一体何なんだろうって今ちょっと思っていまして、以前ちょっとバラエティーでね、まあ、みんなご存知のようにちょっと MC とかも2人でやってやってる時とはもうまた全然違うので、うん、女優じゃんみたいな感じなのでちょっとだから余計緊張してるんですけど、うん、でも本当長い付き合いだからこそ作品も見させてもらって、なんか作品プラス、あ、のぞみ頑張ったなって、でなんか作品、この作品撮りに行く前に本当数日前に会ってね、家族でご飯食べたりとかしてたん で、 そ、 うなんです。その作品見れてすごいなんか感極まりましたね。なんかいろんな意味でもう作品もですけど親友としてもやっぱり気持ち的にすごいなんか感動しました。しかもだって今までの佐々木希さんとまた違うすごいなんていうんですかね、このシングルマザーの葛藤とか、ね、ね、やっぱり母親役って難しいというか、まあ、私女優じゃないんでわからないんですけど、やっぱりね、なんかそのやっぱ母親にしかわからない部分とかもあると思うので、きっと難しかったんだろうなって思うんですけど、でも見てて、あ、細かいことなんですけど、なんかちょっと膝立ててちょっとスマホいじってご飯食べるとかっていうのも、そういう小さいことでも母親として共感できるので、そういった部分でもなんか、あ、ちゃんとやったじゃんって
思います。すごいなって、うん、なんか尊敬しました。ですって。いや嬉しいですね。なんかちょっとこうやってなんだろ こう面と向かって褒めてもらえるのなかなかユキナに褒めてもらうことないのででもなんかいつもなんかでもよかったよとかいろいろメールとかくれる時もあるんですけど、なんかこういういろいろ感想みたいなものはないのでちょっと恥ずかしいですね。そうです、まあ、ちょこちょこやっぱドラマとか、うんはい、やっぱ見ちゃうんですよ、ちょっと気になってなんか親友として立場的に見ないとって思っちゃってドラマとかも見てきたんですけど、やっぱ改めてそういう感想を言ったことなかったのでちょっといじるぐらいの感じでちょっとメールしたりとかだったので、うんうん、今言ってちょっとすっごい恥ずかしいです親友なのになんかあんまり目を合わせてない状況ですもんね。恥ずかしい状況これ。